さっちゃんの店ってクリスマスとかハロウィンってイベントやんの？そりゃやるわよ。そういう行事は大事にしなきゃ。楽しみにしてるスタッフも結構いるのよ、コスプレとか。割とみんなノリノリなのか。サンタ服とかいいよな。俺もガキの頃サンタの格好して年少組の枕元にプレゼントを送る係だったな。今思えばあれもコスプレなのか。子供時代の桐生さんがサンタ服ってちょっと見てみたい。写真とかないんですか？誰か撮ってたような気もしたが、さすがに残ってねえだろう。私だ。探し物を頼めるか。あ、極秘任務で。ソンヒ、コミジュルのエージェントに電話しないで。ちょっと旦那に黙ってこっそりね。バレないといいわね。よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ、どういうことなんだ。来てくれてありがとな、桐生。けど後悔はさせねえよ。そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ。伊達さんの連れなんだろ。さっきまで一緒に飲んでいた。ああ、できれば紹介してやりてえんだがな。そうすると大道寺一派との約束を破ることになる。ん？どういう意味だ。あいつは太一だよ。お前が朝顔で面倒を見てたあの太一だ。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。いやちょっと待って、少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。いいよ別に。そしたら私が朝まで介抱してあげるから。嘘、マジで？いいの？誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。タイちゃんだったらいいかなと思って。なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。間違いねえ、タイチだ。でもなんでここに。たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つっても俺だってほぼ初対面みてえなもんでよ。間が持たねえからキャバクラに連れてきた。異人町の女の子たちがお気に召したようだな。あら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。どういうつもりなんだ伊達さん。俺は死んだことになってるんだ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。え？だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。本当は俺だってお前らに直接話をさせてやりたい。それでもお前がこのまま人目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。伊達さん、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって太一の姿を見てどうだ。やっぱり会わずにいた方が良かったか。死ぬまでにやりてえことには入らねえか。太一のやつが消防士になったってのは知ってたよ。沖縄の他の子たちの近況も
それなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。それを望むことさえできねえってな。ああ、だからよ、俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしているけど違う。それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時、指をくわえて見てるしかなかった。そのせいでお前は遥や春と友人知人にも二度と会えねえ、近づけねえ。今でも何か他にやりようがなかったのかって何度もあの時のことを思い返す。俺から言い出したことだ。俺が死んでみせなきゃ収まらない状況だったんだ。伊達さんにできることは何もなかった。だがもうあれから何年も経った。今なら少しはできることがあるだろう。なんだありゃ。お、俺どうなってんだ。おい、なんでこいつにばっかりつくんだよ。こっちの席にも女座らせろよ。申し訳ございません、すぐに。当たり前だ、俺らだって金払ってんだぞごめんなさい、なんか俺今日すげえモテちゃってるみたいで。だって大ちゃん可愛いんだもん。私ずっと大ちゃんといたい。本当に？てめえ何勘違いしてんだクソガキ。ニヤニヤ笑ってんじゃねえぞ。いけねえ、女の子たちにチップ弾みすぎたか。いや、大輝のやつを楽しませてやりたくてよ。まずいな、みんなだいぶ酔ってるぞ。もう分かったからちょっと待っててもらえます？すぐにそちらにも女の子つきますから。この舐めやがってふざけんな。ちょっとダメです、やめてください。暴力はダメですって。おい、よせバカ、お前が出てったら大地にバレちまう。頭きた、この女もう許せねえ。いい加減にしろ、そこまでだ。お前大ちゃん、やんのかこれ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよおいおい、なんだよありゃ。大輝のやつできすぎだろう。ああ本当だな。さあ行くかよお前さっきから女独り占めしてんじゃねえぞ。あー、大ちゃん大丈夫？しっかりして、ちょっとお客様しっかり。なんてことを。警察を呼びます。うるせえ、全部お前らのせいだろうが。そこまでにしておけ。出ないと俺が太一の分をお返しするぜ。おじさん、こんなとこにおじさんが。おじさん、話せって。どいつもこいつも今日は面白くねえ。やってやるよクソが。やってやるぞ。後悔するなよ。力の差を見せてやる。仕留める。覚悟せ。うわっ、来いよ。容赦しないぞ。一丁やりますか。よし、二人でやりゃ火力2倍だ。
手加減はなしだ。ほれほれ、終わらせる。者ども、出会え。行け。減できねえぞ。デニア、打ち取った。うわあ！東京だけは勝ってやるよ。悪くない気分だぜ。ひでえな、俺は。もうめちゃくちゃじゃねえか。どんな様子だ。よく眠ってるみたいです。気持ちよさそうに。ちょっと飲ませすぎちゃったから。そうか。お客さん。消防士になっただけのことはあるな。よく鍛えている。もうすっかり一人前の男だ。太一が目覚ます前に出た方がいいな。先に出ててくれ。後で合流しよう。俺はここの後始末をしていくからよ。すまねえ。おじさん。よう、目が覚めたか。災難だったな。すみません。そうか、俺酔っ払いに殴られて。あの後誰か来ませんでした。誰かって。もしかして桐生のことか。お前ずっと寝言言ってたぜ太一。おじさんおじさんってな。そっか、なんだ、夢でしたか。キャバ嬢の女の子が殴られないように立ち上がったまではかっこよかった。何人も相手にして短歌切るなんざなかなかできることじゃねえ。ああいう勇気を出さなきゃいけない時は桐生のおじさんを頭に思い浮かべるんです。おじさんならどうするかなって。そうするとあんまり怖がらずに体が動くんですよ。なるほどな。そいつはいいおまじないだな。俺も今度から試してみるよ。ええ、ぜひ。絶対聞きますから。この店は神奈川県警の知り合いに教えてもらったんだ。一杯頼めば好きなだけいさせてくれる。今後偉人町ではここが俺のアジトだ。ん？それってしばらく俺もこの町に居座るよ。でお前のエンディングノートを充実させてやる。太一を引き合わせたのはほんの手始めだ。これからもじゃんじゃん横浜に人を呼び寄せる。いや、そんな真似したら大道実派が黙っちゃいない。今日はまだ何の苦情も届いてないぜ。それに太一にだってお前の生存はバレてない。つまり俺らは今も大道寺一派との約束を破ってねえわけだ。それはなんていうか、ずるい手を使っているのは承知の上だ。だがお前に残された時間を考えりゃ何でもねえ。もしお前が止めたって俺はやる。大道寺が文句を言ってきたらその時考えりゃいい。さっき太一に会ってどうだった。やっぱり会わなきゃよかったか。俺にはそういう風に見えなかったぜ。お前はあいつに手を触れて感じたはずだ。この世界との絆はまだ脈々と息づいているって。確かにな。そいつはお前がこの世界を生きてきた証だ。太一とだけじゃねえ。
他にもたくさんある。桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。困難だった分実りも大きい。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。俺は心の底からそう思ってるよ。また連絡する。春日のために動くのも結構だが、たまには自分のためにも時間を使うんだな。伊達さん、ありがとうな。なんて言ったらいいか、言葉が見つからねえくらい感謝してる。俺は太一やあの子たちとは子離れをしたつもりだった。もう会うことができなくても大丈夫だと。だがこの耳であいつの声を直に聞いて、この目であいつの顔を直に見れて、こんなに嬉しいとは思わなかった。その気持ちだけで十分だ。ますますやる気が出てきたよ。